カリスマ性平野のフランス旅行でつ感動の表情フランス旅行中に撮影した平野紫耀の愛らしい表情に迫る。こんにちは、皆さん。今回は、平野紫耀の最新のフランス旅行に焦点を当て、彼の愛くるしい表情とその社会的影響についてお話ししましょう。フランスの美しい風景とともに、彼が私たちに見せてくれたさまざまな表情に心躍らせられました。はじめに、 フランスに到着した平野仕様。自ザボけもあったようですが、そのカリスマ性と感情豊かな表現は素晴らしく、彼の自信と幸福感は画面を通して伝わってきます。ファンの心を温かくする一方で、故郷への愛も感じさせる瞬間でした。サクレクール寺院での写真では、遠くを見つめる彼の唇が印象的でした。この表情が、日本とファンへの深い思いを伝えているのではないでしょうか。 彼が愛しい人々の元に戻ることを楽しみにしている姿勢が感じられ、ファンたちの心に温かいメッセージが届いたことでしょう。そして、ルイビトンのカフェでの一コマ、ピンクの唇にサングラス姿で自信満々に写真を撮る彼の姿勢は甘い雰囲気に包まれています。チョコレートの彫刻と一緒に映る彼の表情には何を考えているのか想像が膨らむばかりです。ファンもコメントで彼のオタクな一面を称賛し、 その魅力にメロメロの様子が伝わってきますね。ラブロック橋では頭にメガネを乗せたクールな表情の平野仕様。通りかかる観光客が彼の美しさに驚く光景が目に浮かびます。新しい大人の表情を見せる彼にファンたちは思わず息を飲んだことでしょう。ハンサムで可愛らしい彼の魅力は本当に答えるのが難しいほどです。そして食べ物を我慢できない彼の姿。 口に栗を運ぶ様子はまるで小さなリスのようで、その愛らしさにファンも大興奮。コメント欄には彼が食べ物に対する警戒心を楽しんでいる様子が垣間見え、ファンとの共感が深まります。最後に、コメント欄からはファンの声がたくさん寄せられています。平野仕様のオタクな一面やパリでの思い出に対する喜びが伝わり、ファンとの結びつきが一層強まったことが伺えます。彼の個性豊かな旅行は、 ファンとのコミュニケーションを深め、心の底から楽しんでいることが感じられますね。平野仕様、彼のフランス旅行はまさに多様性と豊かさに溢れ、ファンの心を引き込む素晴らしい冒険となりました。彼の独自の視点と表現力が、新しい地での魅力を最大限に引き出しています。これからも彼の活動から目が離せませんね。